今回はこの稲子駅である検証をしていこうと思います。それは721系車で生だ帰れない新稲子駅をやっていこうと思います。この稲子駅は2面2線の地上駅です。今でこそ、あたりは住宅地ばかりですが、国鉄時代は稲子臨時仮乗工場と呼ばれていました。しかし、現在ではすぐ横に大規模な JR 北海道札幌運転所が建てられており、仮乗工場時代の面影はなくなっています。それでは本題に入りましょう。今回の検証内容は至って簡単です。それはただ札幌方面に行く721系に乗る、それだけなんです。しかし何加えてません。なぜなら運次第で全然来ない時もあるから。